ターライズ世界出荷累計本数400万本突破おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。なんかください、カプコンさん、なんかください。記念になんかください。なんか送って、なんか送って。というわけでね、我が家のアイドルみかんは今日はここですね。圧倒的に俺が邪魔だっていう声が聞こえてきそうなんですけども、勘弁してください。どうも皆さん、こんにちは、刑事チャンネルです。というわけで今日の動画はですね、モンスターハンターライズ、世界累計出荷本数400万本突破ということで、まあ、その辺についてのお話をね、ちょっとつらつらとしていこうかなと思っております。さあ皆さんさあ皆さんって何だ。先日ね、僕ツイッターでですね、モンスターハンターライズ皆さんどれぐらいの人がプレイしてますかってちょっとアンケート取ってみたんですけれども、1200人ぐらいがアンケートに答えてくれて、その結果、38% の方がプレイ中ということなので、かなりたくさんの人がやってる。いや、アンケート取ってね、40% 近くね、プレイしてますっていう比率が出るのは相当多いんじゃないかなと思いますので、皆さん、ぜひね、今回のモンスターハンターライズ、実際プレイしてみてどうだったのかみたいなの、コメントでぜひお寄せくださいね。そんながっちりしたレビューとかじゃなくても全然構いませんからね。あ、どんな風に感じてますみたいな。なんか物を思うところとかって結構いろいろあると思いますのでね。今日はだからそのモンスターハンターライズ、まあ、400万本突破なんだけれども、まあいろいろと思うところなんかをちょっとお話ししていこうかなと思っておりますね。ちなみにカメラのアングルがいつもと違うんですけれども、これは昨日のね、動画を見てくれた方はちょっと気づくかもしれないんですけど、ちょっとカメラを固定する棒を購入して、じゃあ試しで今これで撮ってるっていう感じです。これなんかこのアングルってなんか YouTuber 感すごいあるよね。ね、いいよね。いや、これだってさ、あれだよ、その気になれば、こんなドアップで話すこともできるわけだよ。うん。きついな。おじさんのアップはきついね。いや、これが可愛い女の子だったら、そりゃもう釘付けさ。釘付けだけど。画面越しになんか匂い、いい匂いとかも来るんじゃない？思うかもしれないけど、来ない。加齢臭いっちゃうかもしれない、画面越しに。下げよう。ね、下げよう。はい、そんなわけでですね、モンスターハンターライズ、まあ何度も言ってますけれどもね、3日間で400万本突破という形になっておりまして、すごい好調です。で、ゲーム自体の評価もすげえ良くって、メタスコア、現在でも87点で高得点を維持しております。このメタスコア、はですね、今年出たゲームの中では非常に高い方です。今年のね、メタスコアで一番高いのが90点とかですね。マリオとかも89点とかなので、そうやって考えると非常に高いスコアとなっております。で、ユーザースコアっていうのもあって、まあメディアではなくて一般のそのプレイヤーがどういう風に評価したかっていうのを見る指標にもなっております。ユーザースコアに関しては 9.4 という形になっておりまして、今年出たゲームの中では最もユーザースコアの高いゲームとなっております。マジすごいぞこれ。ね。メタスコアもユーザースコアも高いし、なんならアマゾンレビューもね 4.6 なんですよね。で、さらに言うと、食べログではね、4.2 をキープしておりますね。はい。だから結局そのよもぎの茶屋のうさ団子は食べログでももう話題沸騰なわけですよね。ちょっとここらで一発ちょっとね、みかんカット入れとこうか。みかんカットね。はい。ね、寝てる？俺こんなうるさいけどよう寝れるね。ああ。ああ。もうかわいいね。もう今日の動画の趣旨変える？みかんを眺める回にする、ね、まあ、関係ないんだけれども、ちょっとメタスコアっていう点で言うと、今年の任天堂スイッチのゲームって結構いろいろね、高評価だったりいろんなゲームがあるんだけれども、日本ではブレイブリーデフォルト2ってかなり評価高いじゃない、評価高いっていうか、なんか面白いよっていう声すごい聞くんですよ。ただね、メタスコア的にはね、そんな高くない。76点。あ、そう。でもね、ユーザースコアはね 8.2 点なんですよね。で、逆に炎上してた、牧場物語。牧場物語はね、71点メタスコア。71点って別にそんなべらぼうに低いわけでもないんですよ。で、さらに言うと、牧場物語のユーザースコアは 7.9 なんで、これ非常に高かったりするんですよね。なかなかチグハグしてるなという気はするんですけど、ちょっとこのね、7.9、ユーザースコア、どんなレビューがあるのかちょっと見てみましょう。10点をつけてるユーザーがいますね。ハンドルネームはセックス69。おい、これなんだ、これダメだ、これ。おい、これ信用できない、これ。あれ、レビューか、これ。この野郎。まあ、いずれにしてもね、メタスコアとかって、結構、ニンテンドースイッチのゲームってね、不利っちゃ不利なんですよ。
あのゲームの評価としてやっぱりパフォーマンスが低かったりロード時間が長かったりすると、得点下がる傾向にあるんですけれども、そんなもの寄せ付けないっていうかね、モンスターハンターライザーね、あのロード時間めっちゃ短い、全然短いし、なんか最近だとさ、別のプラットフォームのゲームがスイッチに移植されたやつって軒並み点数低い傾向があるんですよね。それグラフィックの低下とかがあるから。モンスターハンターライズはまあ他の機種からのなんだ移植ではなくてスイッチ用に作ったものだからっていうところもあるんだけど、グラフィックも正直スイッチの中ではかなりいい方だと僕は思ってるんですよね。いや、それはもちろんモンスターハンターワールドと比べたらみたいな話って、それはなんかちょっとおかしい、おかしいっていうかさ、微妙だと思うんだよね。だってそれ昔で言うところのゲームボーイとあのスーパーファミコンのゲーム比べてるみたいなもんだよね。それはそんなもんスーパーファミコンの方がいいに決まってんじゃんみたいな話なんだけど、その対応機種で出せるなんだろう高パフォーマンスっていうのをどう評価するかって考えた時に、スイッチでこれだけのゲーム出せるっていうのは非常にすごいんじゃないかななんてちょっと思ってるんですよね。そんな感じの評価の一方で、モンスターハンターライズちょっとボリュームが少ないんじゃないかみたいな声もちらほらありますね。まあ、ちらほらあるとは言うものの、ほとんどの人が気にしてないのかな。なんかさ、ツイッターとかで、モンスターハンターライズとか、モンハンとか、ライズとかでさ、なんだろう、検索かけてみても、楽しんでる声しかほとんど出てこないんだよね。多分ボリューム少ないって、まあ、言ってる人もいるけれども、ほとんど気にして、実際にボリューム低い、少ないのかなとかっていう、ちょっとその辺のね、話をちょっと見ていきたいかなと思うんですけれども、まあ、いずれにしても、ユーザースコアやメタスコアを見る限り、仮にこのボリューム、モンスターハンターライズのボリュームが少なかったとして、それ自体がゲーム体験には影響はしてないのかなという気はしますよね。で、実際ボリューム少ないのかどうかっていう話なんですけど、先日、私も、ゲーム実況のチャンネルで、モンスターハンターライズのライブ配信をやっていたんですけど、そのライブ配信の中でエンディングを迎えることができました。プレイ時間はだいたい9時間ぐらいかな。かなりのんびりやってっていう感じですので、まあ、確かにでもね、エンディングに到達するまではね、早かった。ね、早かったんだけど、でもそこでゲーム終わりじゃないんですよね。まだまだ倒してないモンスターが半分近くいたりするので、今回モンスターの数が30種類以上 ?30 種類前後ぐらいかなっていうところなので、モンスターの数とかも多いんですよね。モンスターハンターワールドが出たての頃って23種、24種ぐらいとかだったので、モンスター。実際にそうやって見た時に、ボリュームって多分少なくはないんですよね。じゃあなんでボリュームが少ないなって感じちゃうかっていうと、まあ、いくつか理由はでもあると思ってます、僕は。ね。例えばなんだけど、クエスト?ストーリー進めていく上での里クエストっていうのがあるんだよね。その里クエストだと、モンスターがね、結構弱いんですよ。サクッと倒せるんですよ。僕あんまり上手くないんだけど、それでも10分から15分以内で、モンスター1体倒せちゃうんですよ。初見のモンスター。多分上手い人だったら5分から10分ぐらいでササンとやれちゃうよね。だから一つのクエストを終わるだけの時間が少ないから、ストーリー進める上ではさっさと終わっていくっていうところが一つボリュームが少ないと感じる理由。あとはエンディングがやっぱり早い段階で用意されているっていうところですよね。モンスターを倒した数だけで言うと10体以上倒してるから、それでもやっぱり早いか。百竜夜行とかっていうそのモンスターハンターライズ特有の戦闘があるんだけれども、百竜夜行も1回だけだからね。1回だけプレイすればあとはエンディングまで進めちゃうんで、まあ、ストーリーの中で何回かあってもいいんじゃないかなって、何回かあると思ってたよね。まあ、ストーリー進めていくうち多分2回3回ぐらいはやるんだろうなと思ってたけど、1回やったこっきりでそのままエンディングに行けちゃったので、まあ、単純にエンディングを用意してる場所が早いっていうところがあると思います。あとはストーリーのムービーが何回かしかない。まあ、オープニングと途中1回ぐらいしかない。あともう1個、まあ、エンディングの合計3つぐらいしか、ストーリーのムービーがないっていうところ。まあ、こういったところが多分ボリュームを少なく感じさせてる理由なのかなっていう気がしてます。ただ実際のところ、倒すべきモンスターの数は多いし、で、モンスター自体もね、集会所のクエスト。要はオンラインでやれるモンスター、そこにまあソロで挑むこともできるんだけども、そっちのモンスターたちはちょっと強くできてると。でさらに言うと、そこで進めていくと、まあ、上位のクエストとかっていうのが出てきて、さらに歯応えが出てくるというような感じになっているので、
まあ、モンスターハンター特有の楽しみっていうのはエンディング以降になってるので、まあ、そのモンスターハンターの特有の楽しみをより多くの人に早く楽しませるためにそうしてるのかもしれないし、例えばそのモンスター1体が割とすぐに倒せてしまうのって多分いろんな理由があると思うんですよね。例えば初めての方とかあんまりゲーム慣れしてない人とか子供たちにもとっつきやすくするために難易度をなんだろうストーリー部分に関しては難易度を低めにしてやるとかっていう可能性もありますし、もう一つは携帯機でやる方々のことも考慮してるかもしれないですよね。携帯機ってバッテリーの持ちの問題とかもあるじゃないですか。1体のモンスターに例えば30分40分かかっちゃうようななんだろうモンスターのねパワーバランスにしてたら結構そのなんかゲームの途中でとか電池なくなってきた時にあれってなっちゃうわけですよね。その辺考慮してるかどうかはちょっとわからないですけど、そういうのもね携帯機で出すってなると多分考慮するんじゃないかなとは思うんですよね。今までの携帯機で出してた時ってそれどうだったんですかね。僕は過去の携帯機でモンスターハンターをやったことがないのでちょっと何とも言えないんですけども、その辺もひょっとしたら考慮されてるかもしれませんし、あと、まあ、ストーリーがね今回まあなんだろう、ゲームメディアがこういう風に評してたんですけど、まあ、ティッシュペーパーのようにストーリーが薄いみたいな感じに言ってたんだけど、これ今回ねストーリー確かにねないんですよ。まあないに等しいですね、合ってないようなもんだなみたいなストーリーなんですけど、これにもね多分ね理由があると思うんですよね。任天堂スイッチでゲームを出すってなった時に多分まあやっぱり容量制限があるわけですよね。で今回モンスターハンターライズって容量割とそんなに多くないんですよね。その少ない容量の中でどの部分を優先しようかってなった時に、例えばそのストーリーもっとさ詰め込んでいろんなムービー入れようぜってなったら、おそらくなんだろうモンスターを削るとかモンスターのグラフィックを落とすとか、今回のマップってモンスターハンターワールドみたいに1枚のマップで全部繋がったマップになってるんだけれども、そういうところとかもね実現できかねたかもしれないよね。いやそれかもしれないなんであくまでもわかんないんだけれども、まあそういったところを天秤にかけた時にモンスターハンターのやっぱりそのいろんなモンスターをと楽しいアクションを繰り広げるっていうところを最大限重視した結果、まあそっちの方を捨てたんだろうなっていうのはなんとなく想像がつきます。勝手な想像って言われたら確かにそうなんだけどもね、事実かどうかは分からないですけど、まあどうせ削るんだったらじゃあ百竜夜行とかいらなかったんじゃねえのっていう話もちょっとあるかもしれないですけど、なんか百竜夜行はねまあ見ててもそんなに好評じゃないのかなっていう気はしてるね。まあでもどうだろうね、なんか各モンスターハンターのシリーズになんかシリーズとしての特徴って必ずなんか欲しいわけだよね。で和風なテイストの、世界観にした以上それにあやかったイベントってやっぱ欲しいねってなった時に、まあ、百鬼夜行的な百竜夜行っていうそれを入れたいっていう気持ちはなんとなくわかるかなという。でもうまくバランスを整えればそのマルチプレイでワールドの時のなんかそのなんだっけ強いボスいたじゃん、マムタロトね俺マムタトロって言っちゃうよ、マムタロトみたいな扱いにちょっと近く上手くなっていくんじゃないかなっていう気はしてる。なこの辺に関してはね、まあ、僕もなんかもっともっと集会所のクエストをプレイしていってどんなバランスなのか見ていかないと何とも言えないんだけれどもね、まあアップデートなんかねひょっとしたらねなんか変わってくるかもしれないですし、まあその辺どういう風にね、仕上げてくるのか、まあ今後いろんなコンテンツをちょっと追加してくるんだろうなっていう気はします。まあそんな感じで感じてるんですけど、まあなんだかんだでモンスターハンターワールドと比較するとワールドってね発売から3日で500万本だったっていうところなので、ライズはワールドよりも初速はちょっとね下回っちゃってるんですよね。まあちょっとっていうか100万本だったらちょっとどこも騒ぎじゃないのかもしれないですけど、でこの100万本の差はどこから来たかっていうと、それはライズのボリュームが少ないとかそういったところではなくて、まあ、初速3日間のものなのでそれはあくまでもプロモーションとかどの機種で出るのかとかっていうそういうところの理由の100万本だと思います。まあ、ゲームの面白さによって、もしくはボリュームとかゲーム自体の評判によって売り上げがその後持続するか加速し、減少していくかっていうところは今後来週以降の話になってくるんじゃないのかなと思ってます。
ね、だからさ、なんかその、ニンテンドースイッチでモンスターハンターが出るってなった時に、なんかその、プレイステーション派みたいな人たちって、ね、PS5 でモンスターハンター出せよ、ワールドあんなに売れたんだから、ね、おっしゃってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、安心していいって、大丈夫。PS5 でモンスターハンター作ってるよ、絶対。ね、作ってるに決まってんじゃん。だって、モンスターハンターワールドの世界売上1680万本。アイスボーン720万本。とんでもないシリーズになったわけですよね。あの、リアル路線、超グラフィック路線のモンスターハンターは、大成功してるから、捨てるはずないんで、それはそれで絶対作ってるので、なんか PS5 とか、パソコンとか、次世代機でちゃんと来てほしいって思ってる方は、安心していい。作ってるって、絶対。時間はかかるだろうね、でもね。と、まあそんなわけでね、モンスターハンターライズ世界出荷累計本数400万本っていうのを皮切りに、現在の評価や私の感想などなどを書いて、ダダダとお話ししてみました。皆さんの現段階、現時点での、別にいいですよ、クリアしてなくても、俺も大したクリアも何もしてないのに、まあエンディングは言ったけど、クリアはまだしてないっていう認識でいいのかなと思うんだけど、クリアしてね、好き勝手喋りました。まあゲームに関して好きにね、おしゃべりしようよっていうことで、ぜひ皆さんの感想もコメント欄に書いてほしいなと思います。で、今週の金曜日ぐらいには、日本国内でのパッケージの売り上げのお話とかもするかと思います。あの、集計出ると思いますのでね。モンスターハンターライズ、日本でどれぐらい売れるんでしょうか。ちなみに私はこの動画の中で、モンスターハンターライズ、日本でどれぐらい売れるのかみたいな予想を立てておりますけど、その予想は当たるのかどうか。どんな予想を立ててるか気になるっていう方は、この動画ぜひ見に行っていただければありがたいななんて思っております。というわけでね、まあ今日はこんな感じで。好きかってお話しさせていただきました。あ、寝てる寝てる、かわいいな。おい、ちょアップにしていこうか。アップにしてもせいぜいここまでですね。というわけでご視聴いただきありがとうございましたまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあ、ね。